進化を目指す方々のご応募をお待ちしております。詳しくは NPB 公式サイトをご覧ください。昔僕は悪いペンギンだった。だけど変わらなきゃと思ったんだ。そしてみんなの支えのおかげで立ち直ることができたんだ。再出発を守る社会へ、社会を明るくする運動、目指せマドンナジャパン。全国の野球ガールズの頂点を決める NPB ガールズトーナメント、 J スポーツは決勝戦を8月14日放送。プロ野球は全ての野球選手のお手本だ。僕は小4で野球を始めた。父さんに連れられて初めてプロ野球を見た。選手を全力で走ってた。守備につく時も、投手交代の時も、そのプレーは僕のお手本になっている。次は僕が